皆さんこんにちは。宮崎市長の清山智則です。本日も市長定例記者会見のダイジェスト動画をお届けいたします。今月15日に衆議院総選挙が公示をされました。これを録画している時点で2日目でございますが、期日前投票も始まっております。もうバタバタと決まった選挙で、我々市役所職員はこの選挙に投票所の運営であったり、投票日当日の開票作業であったり、いろいろと従事しなければいけなくて、バタバタと準備をしているところです。早速今日お知らせ冒頭ですね、衆議院総選挙に関するお話ですので続けてまいりたいと思います。まず今回は10月27日が投票日でございますが、学校の運動会や公民館での行事、いろいろと重なっている関係で一部の投票所が変更になっております。ぜひこちらホームページ等広報されているものをですね、ご確認いただいて、間違いのないようにお願いをいたします。そして16日から、市役所での期日前投票も始まっております。この後ですね、投票所によって日時が違うんですけれども、それぞれお近くの期日前投票所でも投票が可能になっておりますので、皆さん投票日の日、もしかしたら都合によって行けないかもしれないという方は、期日前投票も積極的にご活用いただけると幸いです。次に今回ですね、選挙までの期間が短いために、一部の地域で入場券の到着が遅れております。旧宮崎市内で遅くとも17日までには届くように手配をしておりますが、ご迷惑をおかけしております。また台風被害で一時的に避難をされている方は、住民票の住所に届くことになっておりますので、お間違いのないようにお願いをしたいと思います。この今回の総選挙ですね、ぜひ皆さん有権者としての権利を行使していただき、特に若い世代の皆さん、ぜひ投票に行っていただきたいと思っております。親子投票であったり、ご家族の投票も呼びかけていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。次に10月26日と27日、例年のように宮崎神宮大祭が開催をされます。私も参加いたしますし、今年は海外姉妹都市の脇岩市の皆さんも行列の一部加わっていただけるということでございます。神武様広場では宮崎市100周年の記念ブースも出展予定でございますので、ぜひおいでください。それからこちらはですね、今我々宮崎市の新たな観光資源として、ボロ石山や海田渓谷といった宮崎市が誇る自然環境を生かした観光のプロモーションを行っています。その中でもう今や登山をする方には欠かせないアプリとなった登山地図アプリのヤマップと連携をしまして、このヤマップをですね、ダウンロードして入れていただけると、ボロ石山とか、自然休養村センターのような温泉ですね、そうしたところでデジタルバッジを獲得いただけるようなキャンペーンを行っております。この宮崎市内で、5カ所で獲得できるデジタルバッジを全て揃えていただけると、このオリジナル手ぬぐいをプレゼントするようなキャンペーンとなっております。ぜひ皆さん、このオリジナル手ぬぐいゲットできるように、この宮崎市民の皆さんもですね、ぜひボロ石山遊びに行っていただきたいと思います。私も13日の日曜日に職員の皆さんと一緒に行ってきましたが、とても楽しかったです。結構職員の中には筋肉痛で苦しんでおりましたが、皆さん気をつけてマイペースで山を楽しんでいただきたいと思います。そして10月、今月はですね、動物園とフローランテ宮崎からのお知らせでございますが、動物園の方は県民感謝月間ということで、宮崎市民だけではなくて、県民の皆さんを対象に、入園料が半額となるキャンペーンを行っております。フローランテでもご覧の通りのイベントをいろいろ実施しておりますので、ぜひ多くの皆さんのご来場をお待ちしております。お知らせとしては以上でございます。続いて発表事項に移ります。それでは1点目の発表事項、高松橋通行止めと渋滞緩和の取り組みについてでございます。市内でいろいろとお知らせしておりますが、10月21日月曜日から12月10日までの50日間、宮崎市の高松橋を通行止めさせていただきます。これはこの高松橋の耐震改修のためにどうしてもやむを得ない通行止めでございまして、まず皆さんにご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます。この規制内容としては、車バイクの終日全面通行止めと、あと
歩行者と自転車については片側のみ通行可能でございますので、歩いて渡るもしくは自転車で通学をしている方は、片側を通行可能でございます。また同様の交通規制を来年3月にも1ヶ月程度予定しておりますのでご注意ください。この通行止めに伴う影響でございますが、当然この高松橋ですね、1時間の間に現在870台が東向きに通行しているというデータがございます。この870台が、横の宮崎大橋であったり天満橋、さらには橘橋にまで渋滞の影響をきたしてしまうことが予想されます。宮崎大橋の現在渋滞発生の時間帯についてでございますけれども、特に8時から8時40分の間、900メートルを超える渋滞が東向きの車線に発生しております。この前後も少し渋滞が発生しておりますけれども、おおむね7時50分から8時50分の間の1時間、そして特に8時から8時40分の間渋滞が多く発生していますので、ぜひ、この大淀川を東向きに渡る市民の皆さんはこの時間帯を避けて通学通勤していただけると幸いでございます。同じくこの天満橋についても、やはりこの8時台の時間帯がですね、最も渋滞が生じやすい時間となっておりますので、ぜひ市民の皆さん、企業の皆さん、この渋滞が生じる時間帯を避けた通勤通学、または自転車や公共交通機関の利用をお願いしたいと思います。まず宮崎市役所の取り組みとしてはですね、この大淀大橋から宮崎大橋、そして高松橋を通勤経路として利用している市役所職員が418名いますので、このうち半分の職員が渋滞が最も発生する時間帯にここを通ることを避けていきたいと思って取り組んでまいります。まずフレックスタイムの活用、それから時差出勤の活用、さらに通勤手段を自転車や交通機関に切り替える、またテレワークをする、年次有給休暇をこの時期に取得していただく、通常の勤務形態を維持したまま早めに市役所周辺の駐車場に移動していただいて、30分程度自分の時間をそこで過ごしていただくと。もちろんこれらの取り組みは強制はできませんけれども、市民の皆さんの渋滞緩和のためにまず市役所職員が率先して取り組むことができるように呼びかけを強めるものでございます。フレックスタイム施行期間はそれに伴って、2ヶ月程度延長をし、また申請期限も実施する前直前まで申請が可能とすることで、職員のフレックスタイムの活用も促していきたいと思っております。10月21日から12月10日までの50日間、大変ご迷惑をおかけいたします。我々、企業の皆さんにもチラシを作成して協力を呼びかけているところですが、この8時から8時40分までの時間帯を避けた通勤通学、またはフレックスタイムであったり自転車やバスへの移動手段の変更、そうしたものにご協力いただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。発表事項2点目、木造住宅の耐震化補助でございます。8月の日向灘沖地震の発生を受けて、非常に市民の皆様の関心が高くなっているところでございますが、木造住宅の耐震診断と耐震改修について9月議会で補正予算を提案いたしまして可決いただきましたので説明いたしております。この昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の戸建て木造住宅について、今回追加で180件程度ですね、耐震診断を行うことができるように予算を措置いたしました。申し込み先は宮崎県建築住宅センターでございますので、よろしくお願いいたします。詳しくはホームページ等をご覧ください。またその耐震診断で結果的に 1.0 未満であると診断された場合、耐震改修補助を受けることができます。こちらも追加で約10件程度の予算を確保いたしました。工事費の 80% かつ最大100万円程度を補助いたしますので、こちらの方は耐震診断を行った上で対象の場合は都市整備部建築行政課の方にお申し込みください。よろしくお願いいたします。それから3つ目の発表事項、青木地区交流センターの整備運営を行う事業者の募集でございます。青木地区交流センターは青木公民館の建て替えに伴って北側の公園のエリアに交流センターを整備してまいります。
居心地の良い空間、子どもたちの健やかな成長を育む遊びの場、そして隣接した公園との一体的な活用、多彩な活動を生み出すきっかけという目指す姿を実現することができるような青木地区交流センターを目指しております。今回この指定管理者制度を交流センターでは初めて導入をさせてもらいますが、この交流センターを管理運営する事業者も設計建設工事の段階から関わっていただくデザインビルドオペレーション方式を採用いたしました。ちょっと難しい名前でございますが、設計段階からその後管理運営をする事業者の皆さんに関与していただくことで、より良い館を設計していきたいと考えております。こちら事業者についてはすでに募集を始めておりまして、11月8日が資格審査の受付締め切り、12月23日が提案審査の受付締め切りとなっております。多くの皆さんにぜひ応募していただき、令和10年1月の開館を目指してしっかり進めてまいりたいと思っております。次に発表事項の4つ目、学びの多様化学校を来年4月に設置いたします。学びの多様化学校とは、学校に行くことができなくなった生徒に対してその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づいて教育を行う学校でございます。宮崎市の学びの多様化学校については、今回宮崎市教育情報研修センター内に設置をして、名称を宮崎市立日向中学校といたします。夜間中学校も同様のお名前でございますが、夜は夜間中学校として、そして昼間は学びの多様化学校として運営していきたいと思っております。各学年1学年につき15名程度生徒を受け入れます。中学校1年生から3年生の生徒で、宮崎市内在住の生徒もしくは宮崎市内に転入予定の方、不登校状態であるもしくは不登校傾向が見られる方、学びの多様化学校で学びたいという意思がある生徒を募集します。来年の4月に入学転入時期としておりますが、4月以降ですね、在籍生徒数等によっては転入も可能としております。この学校でございますが、こちら記載の通りの教育目標を掲げた学校でございます。特色もご覧の通り4つの特色を掲げております。授業時間数もですね、通常1015時間を770時間と短縮しており、登校時間も8時50分と9時50分いずれかを選択することができたり、またチーム担任制で多様な指導が可能であったり、オンラインの指導も可能であるというふうに、かなり柔軟な学校を目指しております。まずは12月7日と8日の学校説明会にぜひ関心のある方はおいでいただきたいと思います。本年度小学校6年生から中学校2年生の児童生徒及びその保護者を対象に個別相談も実施可能でございますので、まず事前申し込み制として11月22日を締め切りとしております。こちらの QR コードであったり宮崎市ホームページやチラシ等に記載の二次元コードからこの説明会への申し込みをお願いいたします。入学を希望される方はですね、ぜひこの学校説明会ご相談ください。どうしてもここで、日時都合が合わないという方はですね、これ以降それぞれ教育委員会によって個別に相談することも可能とは思いますが、まずはこの7日8日の説明会へのご参加を強くお勧めいたします。そして、発表事項5つ目、市政100周年記念のトークイベントの開催でございます。この宮崎市政100周年の記念行事、数多くございますが、今年度締めくくりの来年1月12日市民文化ホールにてトークイベントを開催いたします。まずオープニングとして宮崎ジュニアオーケストラの皆さんが演奏していただき、第1部は高校生と大学生がこの先100年の望ましい未来を未来への提言として発表し、第2部としてこの度宮崎市栄誉賞を受賞される伊藤和彦さんと、そして伊藤さんの教え子でもある大変著名な俳優の堺雅人さんとの宮崎未来トークを予定をしております。
このお二人は非常に親しくされており、二人で宮崎時代のエピソードであったり、今後の宮崎への思い、そして事前にいただいている子どもたちからの質問に対して坂井雅人さんもお答えいただけるということで、お楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。こちら非常に多くの観覧希望者が予想されますので、事前応募制となっております。事前応募の期間は10月16日から11月20日、応募募集枠は1500人となっており、応募者多数の場合は抽選となっております。対象者は宮崎市にお住まいの方ですが、ただし学生と生徒については市内在学者も応募可能となっております。こちらの QR コードやホームページでの申し込み方法からご応募ください。専用フォームの申し込みが困難な方はこの 22-3333 までお電話いただけると、その他の応募方法についてご案内いたします。また演劇部の生徒については別枠で招待をする予定としております。また第1部の未来提言の関係者の皆さんもですね、別枠で招待をさせていただく予定となっております。大変著名な俳優の坂井雅人さんも来られますので、本当にできるだけ多くの皆さんにご覧いただきたいと思うんですが、どうしても席に限りがございます。この応募期間内に漏れなく応募をしていただきますようにお願いいたします。発表事項6つ目、最後でございますが、令和7年度予算編成方針のポイントでございます。来年度に向けた予算編成に取り組んでいるところです。来年度からはですね、第6次宮崎市総合計画がスタートいたしますので、その基本方針に沿って将来を見据えた持続可能な財政の実現を目指した予算編成に取り組んでおります。大変窮屈な予算編成となっております。いろいろ義務的経費も増えてきており、我々自由にいろんなことに取り組むことができる予算は限りがありますが、この別枠10億円というものを設定いたしまして、重点プロジェクトの積極的な推進と、引き続き市役所改革や DX、 そして8月は災害が相次ぎましたけれども、防災減災に向けた取り組みということで1億円別枠で用意をいたしております。その他、こう将来にわたる財政健全化に向けた取り組みについても盛り込んでおります。以上、発表事項の説明でございます。以上、記者会見のダイジェスト動画をお届けいたしました。今月は月末に神武様が26日27日、その日の初日の夜に宮崎市政100周年記念式典と記念祝賀会を予定しております。こちらは宮崎市栄誉賞を受賞される皆さんの表彰であったり、姉妹都市関係者のご来賓をお招きしての対応であったり、どうしても市民の皆さん全員で参加する形のイベントではないんですけれども、来月の23日24日は市民の皆さんと一緒にこのお祝いをするパレードと予定をしております。また先ほど申し上げましたが、27日は衆議院総選挙の投票日でございます。ぜひこの宮崎、そして日本の未来を左右する衆議院総選挙、皆さんご家族や友人知人にも声をかけて、ぜひ投票に行っていただきますようにお願い申し上げます。ありがとうございました。